あんたの理想の男って神宮寺望しかいないのかなって。ちょっと待ってください。大丈夫ですか神宮寺君。年下なんて干渉用でしかなくて、そういう対象にはならなくて。つまりあなたを愛します。私の理想の彼氏になって。